はい、こんにちは、さくらです。今日は腕や手を簡単に動かすことができるモーションキャプチャーデバイス、リープモーションを紹介していきます。このリープモーションを使えばアバターの腕や手を動かすことができるようになるので、表現方法が増え、 VTuber 活動に役に立ちます。興味のある人はぜひ最後までご視聴ください。またこのチャンネルでは毎回テーマを設けて話をしているチャンネルになりますので、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは早速やっていきましょう。まずリープモーションがどういったものなのかを簡単に説明します。リープモーションは2012年にリープモーション社から販売されたハンドトラッキングデバイスになります。こちらホームページに載ってるこの画像のものがリープモーションから発売されたデバイスになります。これ以外にハンドトラッキングデバイスがあるんですが、後継機種のまずステレオ IR170 っていうのがあります。こちらは同じリープモーション社から販売されているものになります。他社の製品でグローブ型のもあるんですが、こちらは価格が高いっていうのがあります。このステレオ IR170 も価格がリープモーションよりは高い設定になっています。リープモーションの価格なんですが、こちらは Amazon とかで 1万3000円前後で買うことができます。低価格でハンドトラッキングを試すことができるっていうのが利点になります。リープモーションの注意という部分で、 USB の差し込み口がマイクロ B で特殊になってます。マイクロ B はあまり多分見かけないと思うんですが、買い替えるケーブルとかは、まあ、Amazon で検索すれば出てきましたんで、まあ、純正のものではないですが、使えると思います。ただ、標準で、短いのと長いケーブルが2本入ってますので、まあ、好きな方を使ってもらって、一つは予備みたいな形で取っておくのがいいかもしれません。もう一つ使用時に注意があって、この画面に出てると思うんですけども、こちら左から USB のケーブルが差し込んであると思うんですが、このような形で使わないとうまく動作しないみたいです。実際私も触って、はじめパソコンが右の方にあるんで、右側から刺すような形で使ってみたんですけど、うまく動作しなかったんで、こちらは左からコードが来るように気をつけてください。それを守っとけば、まあ問題ないんじゃないかなって思います。で、検知できる範囲というのが狭いんですよ、こちらのリープモーションっていうのは。まあ見てわかるように、本体がコンパクトで小さくなってるので、その分大体ですか、半径50センチ程度で、中心角を110度の空間で読み取る認識になってるみたいですね。ですから、あまり離れてしまうような動作をとってしまうと、トラッキングが外れてしまうっていうデメリットがあります。そもそもリープモーションの仕組みでいうと、上向きに設置された2台の赤外線カメラが 3D 撮影を行ってくれるんですね。その画像から手や指の位置を、動きをね、解析して画面上に表示するっていうようなことをしてるみたいなんですよ。ですから、この部分が検知できる範囲が広ければ広いほど、この画面上に表示されるトラッキングの画像、まあ自分の手とか手の動きが表示がしやすくなるっていうことになります。それでリープモーションを使う方法なんですが、こちら購入して USB でパソコンに本体を挿すと思うんですね。で、それですぐ使えるかって言ったら使えないみたいで、この専用のソフトをダウンロードする必要があるみたいです。ホームページからダウンロードジェミニっていうのがありますんで、こちらを
ボタンをタップしてくれればダウンロードをすることができます。で、ただこの際にサインインを求められるようになってるんですね。要はウルトラリープへの会員登録が必要になってるので、こちらはその画面の指示に従って登録の方を済ませてからダウンロードをしてもらってインストールを本体にしてください。それでは実際にリープモーションを使ってみようと思います。今回はまず見て目を使ってリープモーションの精度を試してみようかなって思います。この後ね、もう一つ VC フェイスっていうソフトを使ってディープモーションを試すので、まずは見てねの方から実際の動作状況をご覧ください。こちらが今右手を上げて、でこれ左で、こう叩いた時に拍手みたいな感じですね。でこれだんだん広げた状態で、で精度外れるとこうカクーンって手が下がる感じですね。でこれも上の方にちょっと上の方は結構取るのかな、上は結構いきますね。で今私デスクトップモード、リープモーションのコントローラーの方を本体をね、机の上に置いた状態でやっています。で、リープモーション自体、デスクトップモードじゃなくて、ネックマウントで使う方が推奨されてると思うんですけども、私ね、これ使うために、ダイソーでね、ネックマウント買ってきたんですよ。で、リープモーションとの本体のサイズっていうのは、合わないんですけども、うまく固定をね、するようにして、リープモーションをネックマウントに取り付けて使ったんですが、さすがの100均クオリティですぐ壊れました。で、今回はもうデスクトップモードで、こうやってやってます。それでもね、デスクトップモードでもこうやって動くので、全然私的にはまあ問題ないかなと。リープモーションって、長く使ってると、発熱がすごいんで、これは、長く使わないで、様子見ながら使っていくっていうことの方が、リープモーションね、コントローラー壊さないようにできると思うんで、そうやってね、気をつけて使ってください。それではね、見てねの方は一回これで終わりにします。はい、それで今 VC フェイスっていうソフトを使っています。こちらのソフトは海外でも人気のソフトみたいで、VTuber になるためのソフトの一つみたいです。私のチャンネルではまだ紹介してないんですが、後日、どっかのタイミングで紹介していければなと思ってます。で今回こちらのソフト使ったのがリープモーションに対応していたので使ってみたいと思います。先ほどと同じようにデスクトップモードで利用をします。でこう今手をね、右手左手で拍手で、下ろすと。で、手を上げる。下げる。上げる。下げる。で、手を組む。先ほどの見てねよりは、手の動きとかが、動き方がね、こう、機敏に動くように感じますよね。こちらの VC フェイスっていう方が。で、見てねの方がゆっくり動くような感じですよね。で、あと他にも、リープモーションを使えるソフトで、
ラペットっていうのがあるんですけど、ラペットの方はあのネックマウントでしか対応してないんですよね。無料版の方で試しをしたんですが、最初にダウンロードした専用のソフトジェミニっていうのが対応してなかったかなんかで、うまくね、操作できなかったんですよ。ですから、今回のこの比較には持ってきませんでした。今回比較させていただいたのは、見てねと VC フェイスのデスクトップモードで、どれぐらい手や腕の動きが可能なのかというのが見せたかったので、個人的には見てねよりもこちらの VC フェイスの方が機敏に動くのでいいと思います。最後、まとめになりますが、リープモーションは低価格でハンドトラッキングができる。本体が小さい。接続や設定が簡単。検知できる範囲が狭い。トラッキング精度が低い。発熱がある。リープモーションを使えば簡単にアバターの腕や手を動かすことができるので、興味のある人は一度使ってみるといいでしょう。以上でリープモーションの紹介でした。それじゃあまたねー。